タコス屋さん来てんだけどね。バルバコアって何あれ、メーってなってる。羊だ。羊。あえ、おお。羊のタコス、うん、美味しい。めっちゃ柔らかい。超柔らかい。これ何、この赤いの何？ロンガン兄さん。豚肉。豚肉？赤い豚肉。これは別の。ハンバーガーみたいだ。ハンバーガーみたい。何これ？ゴルディータっていう。デブって意味？そう、デブっていう意味。なんかデブって食べ物多くない？多いね。おいしい。食べた？でも本当にデブだね。あ、もうデブになる。油ばっかってこと？うん、見て。油ばっか。ね、油好きだね。どう？おいしい？デブになる。デブだよ。やってみて。早いね。包丁で料理してる。うん。めっちゃ早い。これは本当の、本当のタコ。おおいしいな。すいません、あのなんだっけ、パクチーと玉ねぎ入れるって。これさ、うん、ここでソースを作る、うん、今ね、みんなはミキサーで作ってるけど、うん、昔はこんな感じでした。石やね。こんなに入れていいの？いいよ、入れて。さっきと変わんないけど。変わる。うわー、わさびみたい。見て見て。その後はレモン。見せて見せて。レモン。見えない。レモンね、うん、レモンつける、うん、で、あと塩。でも完璧なタコを作りました。はい、いただきます。超うまい。超うまい。大事によ。辛いもんね。水。早く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 。どうしたの？どうしたのじゃないよ、早く。超辛い。超辛い、美味しいよね。なんかメキシコ料理って知ってる？辛くなければ美味しいじゃない。まあ、ということでバルバコア屋さん、うん、ヤギのお肉のお店の紹介でした。ご紹介だったらいいと思ったらチャンネル登録とご紹介お願いします。コメントもよろしくお願いします。もっと食べて。じゃあじゃあ。お店。じゃあじゃあ。